今日は、久しぶりにゴルフを再開しようかなと思うので、自宅で練習する用のネットを、買いました。そのネットの組み立ての動画を撮っていきたいと思います。メーカーはスポルニアというメーカーで、アメリカのメーカーなんですけども、作られているのは、まあ当然のこととはいえ中国ですね。アメリカで一番売れているネットらしいので、早速組み立てていきたいと思います。あらかじめもう袋に入ってますね。さて、どんな感じなのでしょう。うわ、すごいテントみたい。お、広がります、自分で勝手に。うわ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 、すごい。こんな感じですね。ペグが入ってます。ポールが2本入ってます。そして、サイドポールと、サイドポールをこの下の穴と、それから上のこの2箇所に、差し込んで、そしてこんな感じで立てます。でかいですね。でかいです。この、穴にサイドポールの細い方ですね、それを差し込みます。細い方のポールを、この左の端の穴からずっと通して、右の方から出して、そして、そこに、穴があるんですけども、その穴に、左右のポールの端を入れました。はい、これで完成です。5分ぐらいでできちゃいましたね。ではちょっと試しに使
使ってみたいと思います。前にボールが戻ってこない。いい感じですね。 OK です。この動画が気に入った方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。